こんにちは、ジュビちゃんです。はい。もう7月もね、もうすぐ終わりで、いよいよ8月というね、夏真っ盛りということでございますが、早いもんでね、もう7月の頭といえばですね、えっ、ー、と、七夕コンサートというのが、えー、ありましてですね、えー、もうなんかずいぶん前の気がするけど、まだ今月なんだよね。で、今月最初の仕事がその七夕コンサートだったんですけれども、 あのゲストが岩崎ひろみさんということでね、えー、と私が多分中学校ぐらいだと,と思うんですけど岩崎さんがデビューされたのはねあのすごい覚えてるんだけどまあねなんかね岩崎さんがデビューされた頃「あなたお願いよ」ごめんなさいいつもの通りりのッチ <laughs> ですけど。 あの歌を聴いた時にねなんかドキドキキし,ました、ね、<laughs> あのそう美しい方でねなんかこう子供心にというか、えー、そんな思い出がある、えー、岩崎宏美さんなんですけども、えー、まあアンコールでね「マドンナたちのララバイ」をね歌った時にあのアンコールで「マドンナたちのララバイ」を歌うって言った時点では客席がざわってしたのが いやあ、さすがだなと、その時点で思いました。大変やっぱり素晴らしい、あのー、まあ、人も素晴らしい方だけれども、歌声も変わらず素晴らしくて。あの時は、あの、あれですね、美女と野獣とか、レミゼとかね、あのミュージカルの曲が中心だったので、えー、帰りの地下鉄の中でお客様が、 なんかあんまり知らない曲ばっかりだったわーなんて言ってる声も聞いたりしましたなので余計アンコールでマドンナたちのララバイを歌ったというあの皆さん本当にあの喜んでいただけたんじゃないかと思いますが、えー、実はですねそのプログラムの最後にですね「太陽が笑っている」という曲を演奏したんですね。でこの曲実は私個人的な思い出がありまして。 この曲にではなくてこの作,曲され作詞作曲された方にちょっと思い入れがありまして、えー、そのことをちょっと終演後に岩崎さんの楽屋の方にちょっと行ってお話しさせていただいたんですけどもあのー、2019年ですねだからコロナがやってくる前の年なんですけど <laughs> えっとね実際にお会いしたのはもうちょっと前かもしれないです2018年かな2019年。 ちょっとそのあたりで覚えてないんですけど、えー、池間文紀さんという、えー、作曲家で、作詞作曲家で、えー、あり、えー、ビーシストだったんですよね。で、ある、えー、作曲家の先生をつ、つど、か何言って、作曲家の先生が、えー、なんて言うんですか、あの、会の、 主催会長で、あのー、それを先生を慕って、えー、業界の作詞作曲の方が、えー、中心に集まるというちょっとパーティーがありまして、これね、あの、年に3回ぐらいやってて、私も、あのー、スケジュールある時には今でも、えー、東京まで、えー、東京の青山の方でいつもパーティーがあるんですけど、まあ、私それ結構楽しみにしてるんです。なかなかあのスケジュール合わなくていけなかったですんだけど、まあ、そこに何回かこう、 パーティーにししてまして、ま、えー、パーーティーはね、あのー、そういう業界の作詞作曲家だけではなくてその作詞作曲家に連れられたあのいろんなマジシャンとかねそれとか、まあ、出版社の方とかあるいはあのー、最近だとね VTube の,あの、えー、マネジメントあのやってらっしゃる結構大手の有名な。 あのまあ言えませんけど方とかねそういうあの、まあ、業界いろんな方が集まるようなものすごいあれ何十80人とかのパーティーなんですよ。まあ、その中でまあ皆さんあ拶さするんで私は「ジビちゃんでーす」って言って毎回であのベース弾いてますみたいな話をしてましたらその池間文樹さんという方がものすごく親しくお話しかけてくださったんですよ。 で、まあ、二次会とかでもね、ちょっと、お前はベースなんだよね、とかって言って、で、あの、俺もベースなんだよ、とかって、ベースの話しようぜ、とかって、まあ、ちょこちょこっと話して、最初の時に、二回ぐらいね、あの、パーティーで、ちょっと喋ったんですけど、二回目の時はお、今度ちょっとゆっくりベースの話しようぜ、みたいなことを言って、 ってくださっててすっごい気さくな方でいい方だなと思っててただあのフェイスブックとかでつながってねそしたらあのー、そうあの岩崎さんの曲を過去にも何曲か書いていらっしゃるっていうのはそれで知ったんだけどもでちょうど2019年に還暦を迎えになったのかなで7月7日 えー、七夕コンサートみたいな感じで、えー、デビュー40周年っていうことだったかなそれ東京で、えー、大きいライブをやら,やられてで岩崎さんもそこでゲストで出て一緒に歌われたみたいで、えー、とそういうことがフェイスブックにアップされてるんだあそういう方なんだと思って、えー、拝見してました、えー、そしてですね2019年の暮れですね、えーちょっと 体調が悪いようなことをフェイスブックに書いておられたのでああ大丈夫かなとか思ってました。えっ、ー、とまあその2019年の暮れにあの彼は旅立っていってしまったわけなんですけど、えー、とちょうど岩崎さんがデビュー45周年のための曲を池間文樹さんが書いてデモテープをお届けになったの1週間後だったそうです。お亡くなりになったのがね。 で私はそんなのだからただすごく親しくお話しかけていただいたというそれだけの嬉しい思い出だったんだけどもあまりにも今度行ったらいろいろ喋りたいなと思ってたのがそれが叶わないっていうのはすごい悲しくてだからその2020年の正月だったのかなちょうどねあの覚えてるのはね私米津玄師さんの「レモンを」を、えー、カバーで録音してて。 でその途中にそのまさにそれしてる時に、えー、不法を聞きつけたのであの動画に多分池間文樹さんのためにって書いてると思いますね。池間文樹さんのの思い出のためにって書いたかなうんそういうタイミングだったんですけどま,まやもなく、えーとまあ、2020年になってでコロナ禍になってしまうわけなんですけど。 3月にわざ我々がえーとあれ「神々の黄昏のオペラが最後が、えー、有観客でできなくなって廃止になってそれから結構あ私たちミュージシャンにとってはかなりあの辛い時期があったわけなんですけど岩崎さんがコンサートで池間さんはひょっとして池間さんはだからコロナのことは全く予期もしなかったわけなんだけれどもひょっとして存じ何て言うの そういう時代がやってくる辛い時代がやってくるっていうのが分かってたんじゃないかなっていうおっしゃってたんですよ。っていうぐらいなんかそのどんな辛いことがあってもね太陽が笑ってるよっていうそういう歌なんですけどすごい岩崎さんもこれを歌うと,、えー、と力が元気が出るっておっしゃってました。えー、で池政の奥様が、えー、といらっしゃってであの最近あの歌ってらっしゃいます。で あのー、奥様にね、あのーまあ、その時ね総勢80人か90人ぐらいのオーケストラで池村さんの「大、え、は、ー、<笑>,笑ってる」を演奏したっていうのを、あのー、奥様に報告したいので。 あの「そのために一緒に写真撮っていただけます」って言って岩崎さんと私とツーショットで撮っていただきました、えー、これはここには出しません <laughs> SNS にも出してないですあのこれは奥様のために撮ったので <laughs> まあ別に私の顔を撮ったからあれなんですけど、あのー、そういう思い出のある曲を、えー、作曲家の曲を京郷、えー、で大人数のフルオーケストラで演奏できたということが、まあ、嬉しかったという話でしたはい。 あのー、なんかね6月7月っていうのはそういうあのー、思い出というかそういうのが多くて池松がなくなったの年末だったんだけれどもあのー、実はついこの間ね7月17日がえっ、ー、と祇園祭の山鉾巡行の日なんですけどえっ、ー、と2021年ですね、えー、2年前に。 えと広島交響楽団の先輩が亡くなった命日でありまして、えー、仲間と献敗をしたんばっかりなんですけど、えー、それから6月の、あのー、6日かなが、えー、と昔広島交響楽団で、えー、私があの仲良かった大学の時の先輩が旅立ててそれ2016年なんですけどね。で2016年に っって,行ってで私その時まだ YouTube 始めたばっかりだった2016年チャンネル始めたからねでごめんなさい、ね、これ何べんも言った話えそれで翌年の2017年にね何にもね、あのー、計算したわけでもなくてたまたま偶然なんだけど「えー、梅空の太陽」っていう吹奏楽のネタを使った、えー、と曲を書いてアップしたやつが、まあ、プチバズって わけですよ。今でも私のチャンネルの中ではなぜかあの動画が一番見られてるんだけれどもそれがねあの彼の命日だったっていうのがね私そういうあのなんかああいう何て言うのスピリチュアルのことはあんまりあの考える人ではないんだけど自分の周りの方のあの行かれた方のねパワーっていうのは何となく感じてるような思う感じてしまうんですよ感じるように感じてしまうんですよ。 きっと彼らはあの私を見て応援してくれてるってもう信じてるんですよねところがある。だけどそれってね私もひょっとしたら明日明後日、応援する側に行くかもしれないと思って、えー、日々頑張ってます。なので、えーと そういう、あのー、応援してくれてる先輩方友人たちが、えー、いつも助何ていうのこう応援 <laughs> から見守ってくれてると思ってるって話でした。はい、というわけでまた見てくださいさよなら。